こっそりだ。マジで慎重にゆっくり。おい、何逃げてるんだ。ホンダーじゃない、全力ダッシュ。逃げるんだよー。ちょ、足早すぎだろ。ははは、なんか身体能力を取ってなかったみたいで逃げ切れそうだぞ。あやべえ、車で追いかけてきてますよ。その車は俺の横を通り過ぎた直後すぐに止まった。もう逃げ場はないぞ。な、それは目の前の男は俺に向かって拳銃を構えた。この状況で最善の行動が何かわかるだろ。おとなしく車に乗れ。どうする、乗っても逃げようとしても死が待っている気しかしないんだが。いや待てよ、私を払って何がしたいんですか。そんなの金持ちのところに売るだけに決まってるじゃないか。特にお前みたいな可愛い子ちゃんは相当高く売れるだろうな。よし、それなら一か八かこれにかける。そして俺は拳を固め、男に向かっていく。おい、目の前のこれが見えないのか。痛いじゃ済まないぞ。そしてパンチが入る場所まで近づいて。なんだ、ってことはついてくるのか。はは、物分かりがえくて助かるよ。さあ車に乗れ。うるせえ、痛がらなくやろう。ぐは、おいリーダー、何女子高生のパンチで伸びてるんですか。は、気絶してる。よし、こっからは正当防衛ってことで殴るぞ。おい、調子に乗るなよ。パンチ。ぐは、なんだよこれ、本当に女のパワーなのか。嘘だろ、お前一体何者だ。ちょっと以前から手を習ってたただの女子高校生ですが、あ、お前最後に聞きたいことがあるんだけど。そして俺は霊の無表情になって、最後に残っていた男に近づいていった。俺は今目の前の女子高生に対して恐怖を抱いてしまっている。なんだよこいつは。私が持ってた卵、どこにありやがった。もしかしてあの時持ってたゴミ袋、スーパーの袋でしょうか。そうだよ、この卵高い時期に一体いくらしたと思ってるんだよ。どうする、さっき捨ててきたなんて言ったら。おいどんは、おいその顔、何か言えない事情でもあるっていうのか。ごめんなさい、あなたをさらう時に捨ててきました。本当にごめんなさい。弁償するまで勘弁を。よかった、許してもらえそうだ。不合格。マジかよ。高い便に食べられるものを粗末にするとか言うてね、世の中貧しくて食べられない人がいるから。俺はそんな理由より鶏の命いただいてることを考えて粗末にしてほしくないんだよ。俺が買った卵は10個かける8パック、つまり生まれるはずだった87匹の鶏の子供を生まれる前に殺してるんだ。俺らは運力生態系ピラミッドの頂点に君臨して他の動植物を食べられてるんだ。おまけに動物に対する人間も持ってんだから、それくらい考えろよ。おいどん、本当に最低なことしてました。これからは食にはしっかり感謝し、食品ロス防止を徹底してまいります。今回の話感動しました。もうこんな犯罪しません。なので実施できます。さようなら。卵を捨てたことに関して反省してくれたみたいだけど、逃げた。まあなんとか人身売買されなくてよかった。俺はホッとしてその場に座り込んだ。じゃなくて警察に通報しないと。スマホ、多分車の中かな。そして車の中を漁り始める。お、あったあった。通報した数分後、パトカーがやってきた。そして俺は警察から事情聴取を受けた。あの犯罪者どもをボコボコにしたことは後々面倒なことになりそうだったから、通りすがりのヒーローが助けてくれたことにでもしておいた。その後俺は無事に家に帰された。全、あなた本当に無事でよかったわ。おいおい姉さん、そんな亡くなって。いや、誘拐って聞いて俺もビビったんだけどさ、犯人倒したの全だろ。しょ、なんでわかるんだよ。そのネタちょっと振るない振るない。少し黙れ。あのさ、お前が女になる前から手やってたじゃん。絶対それだよね。多分そうだな。というか身体能力が劣ってないんだよな。そのおかげで無事に帰ってこれましたとさ。じゃあまだめっちゃ強いってことじゃん。そうか、まあ今回犯人をボコボコにできたし、まあ強かったんだろうけど。アイサーの道場で最強だったんだよ。マジ？あの先生倒したのなら気づけよ。まあそんなことはどうでもいいんだ。今日買った卵全部捨てられたんだよな。卵？まだ冷蔵庫に2パック残ってるけど、なんで買おうと思ったんだ。クラスメイト全員と担任に卵焼きご馳走するためだよ。なんでそうなった。そういえば今日が登校初日だったわね。こんなことがあったからすっかり忘れてたわ。それでどうだった。自己紹介後の歓喜と涙がすごかった。涙あった。そうそう、1時間目終わった後の休み時間にめちゃくちゃ質問攻めにあって大変だったんだよね。まあ学校で他人から声をかけられるなんて久しぶりすぎて、なんか新鮮だった。本当にもう喜びと困惑のオンパレードだったよ。
それで卵。あ、そういえばゼン、なんでマリサがあの学校に通ってること教えてくれなかったんだよ。え、把握済みだと思ってたんだけど。そうだ、俺の記憶がおバカだったんだ。あ、話を戻して卵ね。昼休憩の話なんだけど、マリサに卵焼き取られたんだけどさ、なんか結構好評だったみたいでさ。それに続いて霊夢、あ、新しくできた友達ね。そいつも食べなんでデートした。新しい友達ができたのね。本当によかったわ。中学から一切できなかったあなたから久しぶりにその言葉が聞けるなんて嬉しいわ。あんたは俺の母親か。そうよ。なんだろう。しょぼん。まあそれで周りのクラスメイトも食べたいって言い出したんだよ。それで仕方なく全員分の卵焼き作って明日持っていくことになったわけ。でも卵ないじゃん。それにもうこんな時間にスーパー開いてないだろ。そうだな。俺は少し考えて。よし、本気出すか。何アニメの主人公がよく言うセリフ言ってるんだ。そこ突っ込まないで。よし、まずは腹ごしらえ。俺は即座にキッチンへ向かって料理を始めた。はい、完成ウルトラ即興もやし炒め。発表。いただきます。ごちそううっぷ、ごちそうさま。早食い大丈夫。じゃあちょっくら行ってきます。ちょっと、さっき誘拐されかけたっていうのに。って言っちゃった。まあ、きっと大丈夫だろ。身体能力はそのままみたいだし。心配するとしたら。全に手を出そうとした奴らかもな。30分、いやーず。Later。 ただいま。どこ行ってたんだよ。ってその袋なんだよ。全はなぜか大量の袋を持って帰宅してきた。卵買った。どこで買った。コンビニで買った。高かった。お店のおじさん怖かった。変なリズムに乗るな。というかそんな在庫あったのか。明らかに持ってる量がおかしいんだが。合計5店舗回った。この短時間で。さて、卵買ってきたし早速。うっぷ、俺は急いでトイレに向かった。大丈夫だ、問題ない。問題大ありだろアホ。うっぷ、俺はまたトイレに向かった。あー、すっきりした。じゃねーよ。で、お前も言うんかい。さて、気を取り直して卵焼き作っていくか。そんな流れで俺は調理を始めた。あ、もちろん手はちゃんと洗ったぞ。そういえばクラスメイトの人数は、確か40人だったか。いや多いなー。前の学校は20人くらいだったから結構驚いている。フライパンに卵を注いでいい感じの香りが広がってきた。あ、これ明日の朝一に作った方が良かったか。いやまあでも今日二人にあげた卵焼きは昨日作った余りをそのまま入れてたやつなんだよね。味に関しては問題ないだろう。そうそう、卵いっぱい買ったし、明日はオムライスでも作ろうかな。あのめちゃくちゃオムライス作っている人の動画、よく YouTube の消化に流れてくるからいつか作ろうと思ってたんだよね。しばらく時間が経って、すべての卵焼きが完成した。こんなもんかな。とりあえず出来には満足したから、そのまま風呂に入るのだった。今日は疲れたな。俺は1日の疲れがここで来てぐったりしていた。ん？俺の入浴シーンはどうしたかって？知らねえよ、むしろなくてありがたいくらいだわ。単純に投稿主がそういうシーン作るのに抵抗があるだけです。つまり下手。全、お父さんから電話来てるわよ。え？マジ？それを聞いた俺はすぐに携帯を手に取った。あ、もしもし。全、無事か？うん、特に怪我したわけでもなく健康だよ。ほんとか。それなら父さん安心したよ。というか仕事中とかじゃなかった？な、大事な我が息子。いや、今は娘か。事件に巻き込まれたなんて聞いて当然心配するのが親というものなんだぞ。かなり安全な地域だと思っていたが、見落としていたところもあったんだな。大丈夫大丈夫。今回分かったことがあって、男の時から身体能力は全く変わらずだったんだよ。それで犯人は全員、いや一人逃したけどボコボコにしたよ。マジで？マジ。どれくらいボコした？一撃で KO した。マジで？マジ。逃がしてしまった一人は説教したら実施に行った。マジで？マジ。このやりとり過去に誰かとやったような。気のせいか。実施って本当に自首しに行ったのか。わからない。明日になればわかるんじゃないかな。そうか。どちら見せよ、全員誰に手を出したか分からせる必要があるか。あれ？もしもし。あ、なんだぜん。なんか返事なかったからさ。あ、すまん。少し考え事をしてただけだ。
それでだ、また忙しくなったから、帰ってこられるのがさらに遅くなるってことも伝えたかったんだ。母さんは俺より早く帰ってこれるみたいだぞ。本当？いつくらい？来週には帰るらしい。父さんも次帰ってくる時には長めに休みを取るから、家族でどこか出かけよう。やった。じゃあ楽しみに待ってるよ。それじゃあな。そうして父さんとの通話が終わったのであった。